頑張ります。今日は丸中選手が来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。自己紹介お願いします。はい、丸中泰明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。丸中選手とは2018年とか19年ぶりの撮影になるのかな。はい。ハードコードでやりました。やったね。やったね。てか俺の動画で丸中選手と船見選手の段々が一番回ってる。ああ、そうなんですか。未だに、うん。あれが一番視聴回数が高い動画として、今でも君臨してる。よかった、本当に。いや、あの段々からもう何年ってこと、そしたら。3、4年ぶりってことか。3、4年ぶりですね。いや、お帰りなさい。はい、ありがとうございます。まあ、お帰りなさいといえば、はい、全日本実業団からまた新たに怪我から復帰ということで。そうですね。怪我をしてたんですよね。はい、昨年の11月ぐらいに左膝の前十字靭帯というところを切ってしまって、うん、2回手術を得たんですけど、お今月全日本実業団からの復帰ということで、はい、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。お帰りなさい。ありがとうございます。じゃあ、なるね、長かったですね。いやでもね、本当にあのね、怪我をしちゃって聞いた時はマルちゃんどうなっちゃうのかなと思ったんですけど、いやまあ気持ち的にかなり沈んだんですけど、うん、まあ、やっぱりチームのみんなが励ましてくれてたんで、なるほど、なんとかそれで持ち直せたかなっていう感じでしたね。なるほど。でもね、ここら辺の話は多分詳しくね知りたい方多いと思うので、はい、この動画とはまた別でちょっと聞かせてください。はい、わかりました。ありがとうございます。で今回はね、もう約 3,4 年ぶりの出演ということでランダ対決をお願いしたいなと思います、はいはい、こちらこそよろしくお願いします。いや緊張するな、なんか、お手柔らかにお願いします。こちらこそ復帰したてなんでね。確かに。で今回丸中選手とランダ対決やっていきたいと思います、はい、レッツゴー。レッツゴー。
ほんで。ごめんよ。なきゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。音やばくない？音やばかったっすね。やばかった。いや、すごい、やっぱまっすぐ飛ぶようになったんで、ま、うん、っすぐ当てれるし、なんかそれだけ意識してたら、だいぶ良くなりましたね。やっぱりなんかこう、怪我をしたことによって、まあ、上半身は使えるから、はい、そういうところのなんか変化とかもあったんですか？そうですね。まあ、上半身の使い方とか、あとはもう、怪我してからずっと下半身のトレーニングしてたんで。あ、なるほど。逆にね、はい、下半身やってたんだ。そうなんですよ。まあ、体の使い方が多分良くなったのかな。それであんないい音が出るようになりました。いや、なんか乱打者ってこっちはもう向きに打ちに行ってるけどなんかもう全然なんかポヨンポヨンって打ってるように見える、はい、見えるけど、はい、球はなんかもう刺さってくるから。そうですね。反対側から取ってきゃよかったなと思うのがもう全部このベースラインの角のボックスに全部入ってくるからこれもランドタッチになってねえなっていう。いやいやいや、全然全然もう。いやでもすごい。いやいや、え、ちなみにラケットは今何使ってるんですか？ジオブレイク 70VS を使って。おお、白で。白ですね。かっこよくないですか？かっこいい。好きなんですよ、これ。この真っ白系のデザイン、ヨネクスかっこいいよね。いいですよね。うん、で、ガットは、ポリアクション125。ポリアクション125ってさ、はい、ヨネクスのガットなんですけど、まあこれ、大学の頃からずっと使ってて。あ、一緒なんだ。はい。もうちょっとこれじゃないと不安っていうくらいなんですよ。相棒ね。はい、硬いガットなんでちょっと力んでもすぐ落ちてくれるんで。もう力んでないよ全然だいぶ力まなくはなりましたね。でも、はい、すげえ。おすすめですよこれ。重さはどれぐらいなの？結構軽めなの？235ですね、ガット張ってない状態で。そうなの。じゃあ割と、はい、まあ割と普通って感じかな、サイズで。あ、そうだと思います。はい、で、あのラケット自体も先を軽くしてるんで、ストロークだけじゃなくて僕ボレーもやりたいので、はいはい、そうだね、ボレーでもちょっと競り勝てるようにやってます。なんかランダ中前に出てきた時もう終わったと思ったんです。
こっちがネットしない限りこれ永遠に終わんねえんだと思って途中諦めちゃったもんね。いやでもすごいな、でも本当にこれからまた現役復帰ということで、はい、真ん中選手の、ね、活躍が見られるのはめちゃくちゃ嬉しいです。いやいや、こちらこそ。一応あの僕先輩じゃないですか、一応ね、東高校の先輩で。そうですね、まあ、かぶってはないんだけどね、やっぱり頑張ってくれてる子がいると、はい、僕もこのソフトテニスの方すごく、ね、励みになるので。僕もだってあの荻原さんが高校で活躍されてる時にマガジンで見てたんでここだけめっちゃ使います。繰り返し使います。もう本当一緒に動画を撮っていただいて光栄です。いやいや、もうそんなこと言ってくれるのも本当真ん中選手だけです。ありがとうございます。真ん中選手の SNS の Twitter と Instagram は概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、この動画がいいなと思ったら高評価、いいねをよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。